皆さんおはようございます。チーフエコノミストマーケットストラテジストの松並です。最新の相場見通しをお伝えします。今日のテーマはアメリカ株上昇の賞味期限についての分析です。 SP500 は2022年10月の大底以降、今年10月で上昇相場2年目を超えました。3年目も上昇相場が続くのか見解を述べたいと思います。また株価の牽引役である NVIDIA 上昇の賞味期限についての見立ても述べます。最後にアメリカ利下げが株価の追い風となるメカニズムを紐解きます。2022年10月に大底を打った SP500 は今年10月で2年連続の上昇相場継続となりました。表は過去における2年以上の上昇相場を抜き出しました。その上で大底から2年経過した日を起点に上昇相場が終了するまでの経過日数とこの間の株価騰落率を示しました。経過日数は平均1496日、平均騰落率は 155% です。今局面も過去を踏襲するなら上昇相場の賞味期限はまだ続くとの示唆です。 NVIDIA は今年の6月に時価総額世界一を奪取しました。グラフは過去に時価総額世界一を奪取した日のマイクロソフト、アップルの株価を100として指数化し、その後1年間の推移を示したものです。これに今局面での NVIDIA を重ねたものです。マイクロソフト、アップルが時価総額世界一を奪取した1年後にはそれぞれ約 70% ほど上昇しました。これに対し NVIDIA はまだ 4.7% の上昇にとどまっています。この切り口からすると NVIDIA 上昇の賞味期限はまだ先に見えます。グラフは世界各国のマネーサプライのドル換算合計値にナスダックを重ねたものです。両者には高い連動性が見て取れます。来年のナスダックの行方を決めるのはグローバルマネーサプライの増減が大きく関係しています。結論を先に言うと増加するとの見立てです。なぜならば日本以外の中央銀行はすべて利下げ局面入りしているからです。この切り口からすると来年のナスダックはグローバルマネーサプライの増加基調に歩調を合わせた上昇相場継続との示唆です。アメリカ利下げが実施されると通常は米銀の融資審査基準が緩和されます。グラフは融資審査基準とSP500 の関係を示したものです。両者は連動性高く推移してきました。来年以降アメリカ利下げで融資審査基準が緩和され株価上昇のサポート要因になるとの見立てです。グラフは米銀の融資審査基準と FF レートの関係を示したものです。融資審査基準はアメリカ利下げにやや時間差を置いて緩和される傾向が見られます。つまりここで言いたいことはアメリカ利下げ融資審査基準緩和株高の流れが来年も続く公算が高いとの見立てです。表は ISM 製造業指数が今年10月の値と同じ46台に悪化した過去の月に SP500 に投資した場合の3、6、9、12ヶ月後の株価騰落率です。マイナスパフォーマンスも算定されますが平均すると全期間プラスパフォーマンスでした。マイナスパフォーマンスの時は湾岸戦争と2度の金融危機という環境下にあり割り引いて考える必要があります。今年は7月に ISM 製造業指数が46台に悪化しましたがその後3ヶ月後の株価騰落率は過去を踏襲し 3.3% のプラス着地でした。その後 ISM 製造業指数は8月9月と47台に改善しましたが10月に再度 46.5 に悪化しました。
過去のパターンを踏襲するなら SP500 に投資する後期との見方も可能です。 ISM 製造業指数の46台は2度の金融危機とコロナ禍以外おおむねボトム圏でした。今年10月につけた 46.5 は大統領選の不透明感を反映した公算が高く、今後は改善に向かうとの見立てです。またトランプ政権での製造業支援も改善を後押ししそうです。この見立てが正しければ来年の株価に追い風との示唆です。見通しを反映した投資戦略をまとめると、米国株3年目の上昇相場は継続と見る、下押しは調整と捉え丁寧に下値を拾う、 NVIDIA の上昇相場は継続、下押しは調整と捉え丁寧に下値を拾う、アメリカ利下げは株価に追い風、利下げが続く限りアメリカ株買い持ち維持。以上、ご清聴ありがとうございました。今回の動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。IFA 独立系ファイナンシャルアドバイザー、資産形成のアドバイスであなたのライフステージに寄り添います。金融のベストパートナーと新しい未来へ。ファーストパートナーズ。